さあ続きましては坂本龍馬といえばフリーメイソンであり同じくフリーメイソンでロスチャイルド系のマセソン商会の武器商人トーマス・グラバーが坂本龍馬を裏で操っていたのは間違いないと思います。フリーメイソンのの坂本龍馬が33歳の誕生日に 暗殺され、命日となるのは三十三という数字からも。暗殺にもフリーメイソンが裏で動いていたのではないかと思ってしまいますが。うん、飛鳥先生はどう思われますでしょうか。まあね、英雄にはいろんな伝説がつきますからね。<laughs> いや、まあ、だからこそ英雄なんでしょうね。そうですね。うん、英雄ってそういうもんですよ。うん、もうそういう運命なんだ。で。 数字も後からついてくるっていいましてね<ー>、うん、いろんなものが結局は、まあ、必然になっていくんですね<ー>偶然じゃないぞと義経、うん、も生きてるとその裏返しで言えば浦島太郎の墓とか桃太郎の墓とかもありますからね日本には、はいうん、要はねこの国は世界で唯一ファンタジーと現実が一体化してるんですよ、うん、そうなんですよ、うん 実はこの国によって予言が作られていってもおかしくないぐらいなんででなかったら2000年間王朝が続くわけがないこれでも普通考えれば異常なことなんです、えー、軍輸拡挙して滅ぼし滅ぼされる世界の歴史の中で日本だけが2000年間無事で通してるっていうのはありえないんでそうす、ん、の王朝が続いてるローマなんかとっくに昔消えました イギリスの王将だってせいぜい百数十年まあちょっと遡っても二百年あるかどうかこのエジプトなんかも特に消えちゃった日本は分かってだけでも二千年下手すると二千五百三千0くかもしれないおかしいでしょはいだからおかしいっていうことにまず日本じゃ気づかなきゃいけないのにバーッとしてる <laughs> まあこれがよくましくも島国根性なんですけどねうん であと龍馬の話だったりそうなんです、うん、あのまあ龍馬が「メイソンうんぬん」ってアスカは飛鳥級もねあのメイソンの一つの印としたらこれなんですよ。ああは,はい。龍馬もそれやってますし。まあ実はフリーメイソンっていうとよくねあこの闇の組織だとか、うん、秘密結社だとかいろいろ言われますけどねじゃあね あなた方そういう人に秘密ないのって逆に言いたくなるやつねあのだいたい三人集まれば派閥ができるってまで言われますからね、えー、結局二人でも派閥ができる